三越伊勢丹ホールディングスは先月の売上高について前の年の同じ月と比べて81.3%減少したと発表しました大丸などを運営する J フロントリテイリングは78.1%そごう・西部は71.4%の減少でいずれも確認できる範囲で過去最大の落ち込みだということです 売上ののの減少は臨時休業業や営業の大幅縮小によるものです。緊急事態宣言が延長となれば臨時休業も延長される見通しでデパート各社にとって厳しい状態が続くことになりそうです。